と言いましたよね今ね。ごめんなさいね。ごめんなさいね。じゃあ行きましょう。では最初のコーナー行きましょう。キミコとおはぎのぶらりやんちゃ旅のコーナーをお送りしていきたいと思います。はい、今回は西都市の後編ですよね。はい、ということでまたどんな旅になってるんでしょうか。一緒に旅してる気分でねご覧になっていただければと思います。それでは早速どうぞ。お昼間終わったよ、12時過ぎた。そろそろですね。なんか今日一日雨やから、あったかいのが食べたいですよね。ちょっと今、ごぼう天が切れしたけど。すごい。見えないです、麺が。これがこのお店の普通の麺ですか。ここすいません、すっごいでかいのが来たんですけど、これが普通よ。これ普通、これがここの普通、へえ。じゃあいいですか。あ、ハギちゃんどうぞ。私食べる気は、これハギちゃんのやった、ごめん、ハギちゃんのやった、はい、いやいやいや、いや先輩食べてください。どうぞどうぞ、すいません。ではこのごぼ天うどんいただきたいと思います。はい、ほんとでかいんですよ。ほらちゃんとこの何ですか、半分とか一丁切りっていうか、すごい。これかけ、かけうどんにも入ってるんですね。少し入ってる。ちょっとなんでこんなでかいんですか。あの名物ですから。へぇ、ちょっともう先にごぼうだけですね。すごいこの比較。あら、いい音がする。シャキッと言ったよ。ちょっとどうですか、すごいこのごぼう天のボリューム。だってほら、丼からはみ出てますからね。はい、でこちらのお店は西都市出身の伊藤満書にちなんで満書茶屋というんですが、平成9年の創業以来このごぼう天が名物のうどん屋さんなんですよ。2人で支えてます。はい、そしてねこの通りかけうどんにもごぼう天が入ってます。これでもね大きいですよね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。そうですか。もう本当お腹いっぱいになりました。私ボタン外しました。あとごぼう天うどんですよ。すごい量ですね。250g、 うどんが250でごぼうが250。同じ量入ってるんですか。お肌がすごい綺麗なの。これな、ちょっとやめて、ツヤ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 されてるの。パリしてらっしゃる。やっぱごぼうの草なんですかね。かもしれんね。もっと綺麗ですね。お二人で厨房入ってらっしゃってですよ。喧嘩とかされないですか。します。はよせとか何しょとかあってそういう時なんて言うんですか。仲のいい証拠ですよね。さあお腹が満たされたところで旅を続けますよ。日向国分寺があった場所にやってきました。やっぱりですね、あの狛犬さんみたいに、あ、本当だ、片方は口を開けて片方は口を閉じてる。本当だ。え、大きな、すごい石像。すごいですよ。五体並んでる。なんか変な鳥を、すごい、ちょっと想像以上でした。私たちの目の前に現れたのは木で彫られた大きな5体の仏像でした。木なんですか。そうなの、うん、この5体の仏像は1788年から9年間この国分寺の住職だった木喰上人という人によって作られたそうです。さあ続いてはこの時期桜と菜の花の共演が楽しめる西都原古墳群にやってきましたよ。くらび始めてる。あ、本当だね、うん、あて、冷たい。準備は進んでますね。私たちがロケをしたこの日は菜の花がちらほら咲き始めたぐらいで、桜はまだ小さなつぼみだったんですが、
こちらをご覧ください。今朝のサイドバルの様子です。今日、はい、菜の花は満開、桜も咲き始めたようですよ。来週あたり見ごろを迎えそうですね。さあ、旅の最後は妻神社にやってきました。何々儀、堂々木、堂々木、夢叶う、幸せ招く、願いが叶うの通る木道だって。さあ、こちら千年楠の堂々木といって、妻神社の境内にある樹齢千年を超える楠の木の一部で作られています。心の中で願い事を言いながらくぐり抜けると願いが叶うということで、はい、私たちも早速くぐってみることにいたしました。先に行かせていただきます。お願いします。はい、全部言えたかな。一個にしてもらってもいいですか。さあ、千年楠の輪をくぐり抜けた後はしっかりと通常のお参りもして、ご利益2倍です。さらにさらに、こちらの妻神社は恋愛成就のご利益があるという、ご利益があるという絵馬が有名なんです。それならば絵馬をかけずに帰るわけにはいきませんよね。ハートだ、はい、かわいい。できました。見ますか。でん、ずっとお互いを愛し合える、信じ合える素敵なパートナーと出会えました。ありがとうございました。なぜ過去形か。過去形じゃないといけないんです、お願い事って。叶ったつもりで書かなきゃいけないんです。なんで早く教えてくれ。よーりじゃダメなんです。もう叶ったという前提で書くんです。届けられますようにあららら、そうなのって聞きました。ほんと、はい、自分できましたね。一生懸命、あれ何分会議で書いてね。かなり悩んで書きましたね。堂々くん時間かかるし。あれもそういう書き方もあるんですね。まあ、いろんな小説あるんですけれども、うんうん、私は過去形じゃなくて完了形かで書いた方がいいよって言われて、うん、もうその通りにしてるんですけど、もちろん読んでも結構です。大丈夫です。思いをとりあえずその絵馬に込めればいいので、うん、OK ですよ。あのね、ちょっと喧嘩したって言ってくれんかったかな。お稽古しすぎてもお腹こっちめばっかり。用にて書いちゃったじゃん。ずるいずるい。で終わりましたね。はい、いろいろ見きましたね。そうですね。ね、今回ほら、ごぼ天うどん、ね。すごいやろ、ごぼ天。ちょっと重そうでしたよ。はい、で250の麺と250のごぼ天。ね、はい。500グラム食べたってことで食べました。ほっとお腹いっぱいになったんですけど。結構なボリュームでね。合わせたら1キロ。だって見えないもん、麺が。
でこの時期はあのタラの芽が出たらタラの芽サービスでついてたりとか、夏はオクラがついてたりとかするそうなんですよ。これが皆さん素敵でした ね逆やが逆やがねお父さんがいいねなかなかいい ねチームワークじゃないそうですよ、ね、夫婦のね感じでしたよ、ご夫婦のね。はい、それからあのすごいあの何でしたっけ、仏像、はい、国分寺のびっくりしました、全然知らなくて、ね、私も全然知らなかったです。そこ一つ一つのお顔を見るとね、また迫力もあってね、そうですよね、いろいろ感じるところもありましたね。はい、あとは埼玉で、そうですね、今ちょうど菜の花が満開で、桜がこれから見頃ということで楽しみですね。今朝ディレクターがこう出社する前に写真撮ってきたんですよ、はい、すごく綺麗ですね。綺麗でしたね。桜ももうちょっとだと思いますので ね、はい、どうぞコントラストお楽しみください。以上、キュミコとおはぎのぶらりやんちゃ旅でした。では CM の後はパームス情報のコーナーです。